イメラジオ第747回、今日は平成29年9月11日月曜日です。時刻は午後3時回ったところ。マーケットの後場が終わりました。今日は午前中代官山でお仕事、急いで帰ってきて後場の取引、今日も売りばっかりでした。日経平均が260円ほど上がって1万9500円ぐらい、まあ北朝鮮のリスクが遠のいたってこと。まあ日経平均が上昇するときにはやっぱり売りをかけないとダメ。今日は売りばっかりで、もうキャッシュのポジションばかりになってしまいました。持ってるポートフォリオはものすごく小さくなってしまいましたね。ポートフォリオが小さくなるっていうのはリスクが減るということで良いのですが、次大きく上がるときにその上昇を捉えられないという、そういうマイナスももちろん持ちます。ポートフォリオの管理、いつ売り切っていつ買い出動するか難しいですね。ただし今、まあ、なんとなくなんですけど、キャッシュの割合がものすごく高くなって、保有部分が小さくなっている現状ですね。また何かの機会に押し目を狙って買いを入れようと思ってはいますが、うまくいくでしょうか。このまましゅんしゅんと日経平均2万円を目指して上がっていく、そんな相場になった場合、今売り切っちゃってる私にはあれあれって感じで指をくわえて見ているほかありません。まあしかしやっぱり投資の一番肝心なところは損しないってやつですから、こんな利益があったはずなのに逃したよりは損しなかった、そして利益はこれだけでした、その方がいいんですね。明日以降のマーケットも楽しみです。続けて上昇するでしょうか、それとも上昇は今日限りだったでしょうか。夢ラジオ、今回は文学作品三島由紀夫著宴の後を取り上げます。宴の後、学生の頃フランス語を勉強していて、ガリマールのAprès le banquet、宴の後、あ、フランス語に訳されてるんだ。じゃあフランス語の勉強も兼ねて一丁これ読んだろかみたいな。まあ私にとっても結構思い出のある作品、確かフランス語は途中でやめてやっぱり日本語で読んだみたいな。続きませんでしたね、カッコつけてフランス語で読み始めても。小石川で高級料亭を営む福沢和、高級料亭の女将福沢和、和と呼んでおきますね。彼女が主人公、
まあ苦労を重ねてこの料亭を高級なもの、つまり政治家御用達ってことですね。料亭が高級ということは政治家御用達、場所も小石川、悪くない。主に保守系政治家に贔屓され、その数の料亭流行ってるんです。もう数は50代で、まあ料亭の女将が結婚などしませんから、いくつかの恋はあってもそれを胸に秘め、今は料亭の経営、これに邁進。そんな数の料亭に野口っていう革新系の政治家ふっとやってくるんですよ。野口、まあ保守派の政治家、俺がみたいな、そんな政治家ばかりで、そういう客に慣れていた数、あしらいもうまい。がこの野口、革新系の政治家にはそういう俺ががなく、物静かで、けれど自分の理想は譲らない、自分をよく見せようともしない。ただし理想は高く、理想は通す。まあそんな野口、明らかに他の政治家と違う。しかも他の政治家、二言目には自分の過去の栄光を語り始めるんです、数の前でね。ところがこの野口だけはそういうことしない。いつも理想の話、いつも未来の話。まあ酸いも甘いも噛み分けた、そんな数もう初めてなんか心ときめく。でその野口という革新系の政治家も数との出会いが楽しかったらしく、二人は何度か食事をし、奈良に旅行にも行くんですね。で、まあ自然な感じで結婚。野口には、野口は繊細に先立たれていて、まあ要するにどちらも独身だったわけですから、まあ50代とはいえ、数も50代なんですけどね、50代の女性なんですけど、とてもそうは見えない、色白のなんか肌が、なんていうか、肌の綺麗な、なんかそういう女性ですから、まあ旗目でもその野口の再婚で数の結婚、これはまあこういうのもありかな、こういうペアもありかな。ところがその野口、彼はこれまでに外相を何度か務めているんです。そういう経歴を持ってるんで、しかもそれは戦前にね、
戦前に野口は外相を幾度か務める、まあ要するに大物は大物なんですよ。今は革新系でも、その野口に都知事選挙に出ませんか。この話に野口よりも妻の数、この数の方が乗り気になっちゃって、あなたこれはチャンスよ、運命があなたを呼んでいるのよ。野口この都知事選に立候補選挙にはお金かかる、これは当時も今もそう。数もう金に糸目つけずに選挙運動を走り回るわけです。自分でも選挙カーに立って選挙演説、この辺の描写は面白いですよ。カズが自分でもマイク握って、その野口の応援演説と、ところがそんなカズに野口はだんだんこう違和感感じてくるんですね。野口としてはまあ今回の都知事選に立候補はしたものの、まあ家庭は静かにしておきたいと、ね、その静かな家庭をカズが守っててほしいと。ところがもう自分の選挙なんですけど、カズの方がその気になって、ね、応援演説まで頑張っちゃうと、金もガンガン使ってると、しかもどうやらもう公職選挙法に違反するような買収もやってそうだとなった時に、野口はねもう選挙期間中だったんですけど、今度の選挙の結果以下にかかわらず料亭はもう閉めてくれと、でちゃんと家に入ってくれと、じゃなかったらお前とはもう一緒にやっていけない。カズとしたら、あなたのために私はこんなに一生懸命頑張っているのに、野口の都知事選立候補、それはまあ儚い夢に終わり、革新系統一候補として出馬しましたが落選。しかもその革新系の野口をカズが全面的に押して、カズがもう人前にも出たってことで、小石川の料亭には今度はもともとのひいきだった保守派の政治家たち足遠のいちゃうんですね。しかも野口が選挙で負けた、相手陣営からそのカズ、野口の妻カズの過去のスキャンダル、このビラがまかれ、カズとて料亭の女将、過去にいくつか恋の記憶もないわけではない、そんなスキャンダルを相手陣営が暴いて、そして応援演説の車にも乗っていた数を攻撃し始めたんですよ。当然相手陣営もどんどんお金を使ってきます。そして都知事選挙に敗れ、
数は放心状態。これだけ一生懸命やったのに、一方夫の野口の方でも、まあ数の頑張りもわからないわけではない。この選挙も終わって、まあ納得してくれるだろうと。じゃあ数と一緒に隠遁生活を、貴去来の字、野口は貴去来の字、そんな詩を思い浮かべるんです。けれど数、宴の後の放心状態に耐えられない。このまま野口と静かな隠遁生活、ありえない。私はもっと頑張りたい、私はもっと自分の人生を燃焼させたい。料亭だってやっぱり再興しないと、再び起こさないと。足が遠のいていた以前のひいき客、保守派の政治家たち、彼らにもう一回店への招待状を数は書くんですよ。選挙が終わったら数が静かな隠遁生活の伴侶となってもくれる、そう思っていた野口は、数が昔の馴染み客、保守派の政治家に招待状を出したことを知り、ここで離婚、そこでこの小説は終わりますね。まあ文学作品としてこの作品を見た場合、まあ情景描写のね、情景描写のあの深さとか、そんなんよりはむしろもうストーリーのね、ストーリーの力、要するに読んでて面白いっていうんですか、三面記事的な、うん、言っちゃえば三面記事的な、その政治家の私生活を覗く興味、こういう力です、この宴の後という作品の持つ力はね。三島にはあの本当に純文学的な作品、以前ご紹介した金閣寺みたいな美を追求するというそういう作品もあれば、こういう社会的な作品もあって、まあ、それは三島のレパートリーの広さ。ただこの宴の後が今も2017年、平成29年の今も時に話題になるのはね、やっぱこれ裁判になっちゃったんですよ、プライバシー裁判で。そのプライバシーの侵害、プライバシーの侵害っていうのが、その日本で裁判になった、まあ、最初の例がこの宴の後裁判。つまりさっきご紹介した都知事選に立候補した政治家野口ですね、これは明らかにあの有田八郎っていう都知事選に立候補した政治家をモデルにしているんです。有田八郎はあの戦前、あの広田内閣、第一次近衛内閣、平沼内閣、米内内閣という何代もの内閣で外相を務めた、そして戦後は革新の統一候補として都知事選にも出た、
野口とぴったりで、この有田八郎に訴えられたんですね、三島さんが、あのプライバシーの侵害。この裁判は当時、昭和35年ぐらい、昭和35年1960年前後なんですけど、これは当時耳目を集め非常に話題になった裁判。最終的に裁判は三島の敗訴に終わり、賠償金払いましょうと。しかもその三島は控訴したんですけど、当然あの表現の自由があるってことで、けれど有田さんね、モデルとなった有田八郎さんがあの亡くなられて、結局この裁判もあの遺族との間にあの和解が成立みたいな、そういう終わり方。一体文学者がそのモデルを使って作品を書くとき、そのプライバシーをどこまで明かしていいのか、その時モデルにされたその人物は自分が知られたくないと思っていることまで作品の中に書かれることを嫌だと言いうるのか、そういうことがこの裁判で争われました。ただしさっきも言いましたが、結局和解になったので、この宴の後裁判における表現の自由とプライバシーの侵害との間の、まあ、相克ですね、それはなんとなく中途半端な解決で終わりました。夢ラジオ第747回、今回は三島由紀夫の小説宴の後取り上げました。月曜日の午後、横浜港北、空は雲がいっぱいですが街は明るい9月初旬です。